台風5号に関する最新情報をお伝えします。まずは現在の台風の雲の様子、衛星画像の方で確認していきたいと思います。こちらの方を見ていただきますと、台風5号はちょうどフィリピンの東側、雲の塊がありますけども、こちらが台風5号ですね。まだですね、しっかりと渦を巻いているような感じではありませんし、まだまだ目ができているような状況ではないんですね。でただ今後発達していくような状況と当分ありそうです。台風の現在の位置です。21日21時現在ですが、フィリピンの東で停滞しています。中心気圧は1200ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。で現在この台風なんですけども、こちらの方を見ていただきますと、海水温が30度前後のところにあり、だいぶ海水温が高いところに存在するということもあって、今後は発達していくといった状況になりそうですね。今後の進路の方を確認していきます。23日の21時には暴風域を伴ってフィリピンの東にあり、西北西にゆっくりと進んでいるものと予想されます。中心気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。その後24日21時には強い勢力となるような形となります。さらに25日21時には非常に強い勢力で沖縄の南にあるものと予想されます。このタイミングで北西に20キロで進んでいるような状況となり、中心気圧は940ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。さらにこちら台風の方は北西方向に進むとともに、非常に強い強さを保ったまま台湾の南ですね、こちらの方を中心とする予報円内に到達するわけですけども、こちら予報円の方を見ていただきますと、今のところ 70% の確率で先島付近にその中心が行くものと予想されます。現在進路の方はですね、おそらく台湾方向に進むのではないかと見られてはいるんですけども、先島エリア暴風域に入ってくることもありますので、この後はこの台風情報をこまめに確認するようにしてください。また波の方は早めに高くなってきます。24日頃からは沖縄方面にはうねりの方が伝わっていくような状況となるので、こちらの方も十分注意をしていただきたいと思います。以上、台風5号に関する最新情報をお伝えしました。また詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。